それでは、この曲のポイントというか、まあ、一見何気ない曲だと思うんですが、どのような表現が可能か、そして指使いなどを考慮していろいろ実験的に演奏してみました。まずこの曲のフレーズと強弱などどのように弾いたら自分の感性が納得するのかなどいろいろとありますが、まずメロディーは本当に簡単ですね。そのこれなんですね。でこれをいかに、歌うか、歌いたい場合に、こうですね。で、テンポ通りだとこれなんですが、歌うということを、そういう気持ちを込めた場合に、こうじゃなくて少しこの「ま」の感じ方が変わると思うんですね。それとそれからここ音量もこれは同じ、それが若干軽くっていうことだと思うんですね。でこの高い音を一番歌いたいというふうに思ってだとすれば、じゃなくてちょっと引っ張る感じが出てくると思うんですね。それとが少しアッチェレランドの気持ちにしたらどうなるかということですね。それと3拍目少し引っ張るから少し間を空けるんですね。とこんなになると思うんですね。それと、このここはワンフレーズで、ここに集まってくると思うんですね、気持ちが。この次にどのような音が来るかということによって、でこうなると思うんですね。ところが高い方にこっちに行く場合は、ちょっと大げさに気持ちたっぷり出すために、ってなるんじゃないかなと思うんです。それから、リタールダンドって書いてありますから、こうですね。このここの弾き方によってこうに弾くか、伸ばすとそれなりにここのポイント弾くタイミングが決まってくると思うんですね。それとですね、この移動するときに擦る音が気になる場合があるんですね。それの時にはこの
弱拍譜の音の響きが重なった時点で離すと。その擦る音を出さないで済むと思うんです。それからビブラートのことなんですが、ここをビブラートをかけるとどうなるか。ビブラートはやっぱり気持ちを維持させるとか、より綺麗にとか、そういった場合に自然な要求として出てくると思うんですが、ここでもそうですね。ゆったりとしたビブラートをかけながらリタルダンド、こんな風になると思うんですね。それから後半ですが、ここなんですね。ちょっと寂しいので音を足してみました。それからここはリガートするように譜面では書いてあるんですが、このじゃなくて、この歌い方ですね。どのように思うかによって、これがあんまり飛び出さないようにしたらどうなるかで、それからこう、これ表の拍です。それからで合計すると、気がします。それとそのこれをここ開放弦じゃなくて3弦で取ったもんで、この方がより優しい感じ。それとこんな風になると思うんですね。それからここなんですが、ここはシンコペーションのようなフレーズ、音の扱いですと、この決してこのもともとの指使いですと、そこで、よりシンコペーションの感じを出すために、ここはハーモニクスで取ってみました。これもたくさん引っ張ってみましたではなくて、それと、ここのここですね、普通にこう弾かないでたっぷりと、それから少しアチエレンドで、ここを
まうと、ここはちょっと移動があるので、自分の思うような音作りがやりに出しにくいと思うんですね。なので、こう開放弦にして、それからこの、これは音ちょっと作りにくいので、普通に弾いてみました。それとこの間の取り方によって、この弾くタイミングが決まってくると思うんですね。このぐらいだと、こうだと思うんですね。まあ、こんなところで、いろいろとどのように音を扱ったら表現になるか、いろいろ研究できると思うんですね。そういうことで、はなはだ参考になったり、ならなかったりする話だと思うんですが、いろいろと研究して、練習したいと思っております。それでは今日はこの辺で、どうもありがとうございました。